韓国ボーイズグループビッグバンのメンバージードラゴンが14日午後、自身のインスタグラムを通じて、写真を投稿した。今回公開された写真には真珠で作った帽子をかぶって、ポーズをとっている G ドラゴンの姿が映っている。何より G ドラゴンはグローバルで注目されるファッションピープルであるだけに、どっぽ的なオーラを発しており、見る人の視線を引きつけた。一方、ビッグバンは去る5日午前0時、新曲春夏秋冬の音源とミュージックビデオを公開した。春夏秋冬はビッグバンの過去に対する断層と悩み、そして現在と未来を含蓄的に表現した曲だ。美しいメロディーと詩的な隠喩が込められた歌詞、その中に込められた神聖性に満ちたことが私たちの青春を振り返らせ、全世界の音楽ファンの共感を得ている。Tomorrow by Together 5.9 にフォースミニアルバムミニ袖に Thursday Child を発表。韓国で2000年に公開の映画時の香り、Remember Me をリメイクへ、ヨジング&チョイヒョンが主演に。韓国国会でウクライナのゼレンスキー大統領による演説が行われた時に空席が目立っているのが話題に、ロシアの国際関係学教授がアジアはウクライナに関心がないと指摘。